今日はお金を下ろした後食料品を買いに行くのだ。あれ、気がついたらもうほとんど残高がないのだ。それにこっちの仕事用の口座も、霊夢とマリサに支払う給与がもう底をつきそうなのだ。僕は稼がなければならない。お金が欲しい、お金が欲しい。石油王になりたい。石油王になれたらみんなにお金を配って幸せにできて、僕もみんなから感謝されてウィンウィンなのでは。でか、石油ってそもそも何なのだ。マリサ、霊夢。何ですか社長。どうやら僕は石油王にならないといけないみたいなのだ。え？だから石油について調べて解説するのだ。これは業務命令なのだ。は？ってことらしいから、今回は、てめえは石油について何も知らない、というテーマで解説していくぜ。よろしくお願いするわ。まずは石油の簡単な歴史から見ていこう。最も古い石油の利用例は、紀元前3000年頃の古代メソポタミア文明まで遡る。え？そんなにも前なのね。それ以前からも、地下から湧く燃える水として存在は知られていたと思うが、最も古い利用例は、今から5000年以上前のことになるんだ。これは遺跡の発掘調査など、考古学的に明らかになっている事実なんだ。石油って、産業や経済の要みたいなところがあるから、現代技術がないと使えないと思っていたわ。ただ、もちろんこんな大昔には、現代のような機械を使った生成技術や加工技術はもちろんない。だから、実際は地面の割れ目から染み出していた天然のアスファルトを、建造物や立像の接着剤として利用していた程度なんだ。他にも、同時期の古代エジプトのミイラには、アスファルトが防腐剤として用いられたり、水路の防水などに使われていたことがわかっている。さらには、古代ペルシャや古代中国でも、灯火や炊事用に天然ガスが用いられていたんだ。こんな感じで、近代化のかなり以前から、石油は人々の生活に密接に関わっていた。そこから時代は進み、本格的な利用や大量生産が始まったのは19世紀に入る。1855年、アメリカ人が薬用にしていた、黒色の油を精製していたところ、当時、照明として使われていた鯨油よりも、照明に適していることがわかり、油田の開発がスタートしたんだ。鯨油？漢字からしてクジラの油ってところかしら。ああ、その通りだ。灯火やろうそくの原料、機械用の潤滑油、マーガリンの原料など、当時の人々にとって、鯨油はかなり重宝されていた。欧米において、過去に行われていた捕鯨の最大の目的は、食用としての確保ではなく、鯨油の採取だったほどにだ。そして1859年8月に、アメリカ、ペンシルベニア州のオイルクリークと呼ばれる谷に、世界で初めて油井が開発された。油井とは、油田で原油を採掘するために使う井戸のことを言う。要は、人力ではなく機械で掘る油井が出てきたことで、石油産業が一気に盛り上がったわけね。こうやって石油は、石炭と並ぶ新しいエネルギー源として、人々の生活に急速に普及していき、現在のように電力の発電や、自動車のガソリン、道路のアスファルト、ガスコンロで使う天然ガスなど、私たちの生活になくてはならない存在となったわけだ。さて、ここからは科学的な話に入っていこう。ところで霊夢、石油って一体なんだと思う？何って、そりゃ地中に埋まっている資源のことよ。そうだ、じゃあもう一歩進んだ質問をしてみようか。石油は化石燃料と呼ばれているが、どうして、化石、燃料と呼ばれているんだと思う？ん？そうねえ。化石って、恐竜とかの骨とかが地層の中に保存されたもののことを言ったりするわよね。ってことは、もしかして石油も、そういった死んだ動植物からできてるって、こと？正解だ霊夢。実は、石油は死んだ動植物の死骸からできている。それも、化石、と言われるように、長い年月をかけて石油へと変わっていくんだ。こうやって、石油が大昔の生物の遺骸から作られたと考える説を、生物起源説、という。一昔前は、非生物起源説、と呼ばれる、地球内部に存在する物質から石油ができていると考える説もあったんだが、今日では、生物起源説が主流となっている。その中でも、ケロジェン根源説、というのが有力だ。さっきも言ったが、石油ができるまでにはものすごく長い時間がかかる。今取れている石油がどういう風にできたかというと、約6500万から1億9000万年前の生物やプランクトンなどが死んで、泥と一緒に海の底に積もり、埋もれるところから始まる。普通は、積もり埋もれる前に酸化分解されて、水と二酸化炭素になるんだが、何らかの理由で皆底の酸素が不足していたり、分解される前に埋もれてしまったりなどすると、完全に酸化分解できず、大量の有機物を含んだ層が形成される。こういう場合は、酸素を不要とするバクテリアによって有機物の構造が破壊されたり、発光が行われたりして、ケロジェン、と呼ばれる化合物が作られる。そして時間とともに堆積物が積もっていき、どんどん圧力がかかっていくことで、高分子の有機物質からなる泥岩が作られる。圧力は、少なくとも海底1キロメートルほどの圧力が必要になってくるみたいだ。
ちなみに、海底 1km にかかる圧力は100気圧に相当する。100気圧の環境下に人間を放り込むと、血管が破裂し、肺が破壊され、最終的には押しつぶされ圧縮されて死に至る。ひえー、最低でもそれくらいの圧力が必要ってことだから、石油はとんでもない圧力の下で形成されるのね。そうだな。そうやって形成されたケロジェンの層が、どんどん下に堆積していくことによって、地熱による加熱が始まる。80から120度程度に地熱で温められることによって、構造が変化していき、石油ガスや油へと変化していく。構造が変化して形成された石油は、水よりも比重が軽いため、地層の合間を少しずつ登っていくんだ。そして、最終的に石油を通さない地層の下に溜まっていく。ただここで一つ条件があって、この石油を通さない地層が、廃車構造と呼ばれる地質構造になっている必要がある。廃車構造？廃車構造とは、凸に曲がった地層構造のことで、この凸の部分に石油が溜まるんだ。だから、廃車構造があるところを探さないと石油は発見できない。まとめると、堆積した動植物の死骸がケロジェンとなって、地熱で温められることで石油が形成され、その石油が少しずつ浮上していき、廃車構造になっている石油を通さない地層の下に溜まる。ってことで合ってるかしら。その通りだ。そしてこれがいわゆる油田というやつだ。石油を通さない層の深さがどこにあるかによって、油田が見つかる深さが決まるから、その深さはかなりまばらになってくる。実際に油田は、地下100メートルの近い場所で見つかることもあれば、深さ7000メートルよりも深い場所で確認されることもあるんだ。現在は技術が少しずつ進歩していき、数千メートル程度までなら、経済性の観点から見ても採掘できるようになっているそうだ。なるほどね。実際はもっと深くまで掘れるけど、採算が取れるかどうかも大事になってくるのね。地下から掘り出されたそのままの石油は、原油、と呼ばれるが、原油の状態では、古代文明と同じように利用用途がかなり狭い。だからその原油を精製していく必要があるんだ。採掘された原油は製油所に運び込まれ、加熱炉で約360度に熱せられた後、蒸圧蒸留装置、と呼ばれる装置の中に吹き込まれて石油蒸気となる。その後冷やされて、沸点の低いものから高いものへと順番に大別されると、さらに色々な処理が施され、精製度の高い石油製品になっていく。35度前後で蒸留できるものは LP ガスと呼ばれ、ガスレンジの燃料、タクシーの燃料として使われている。タクシーって一般的な自動車みたいに、レギュラーガソリンじゃないのね。レギュラーガソリンで走るタクシーももちろんあるが、多くのタクシーは LPG、液化石油ガスを燃料に使っているものが多いんだ。実は、税制の関係から LPG はガソリンよりも絶対的に安い。しかも、排気ガスがクリーンだし、エンジンオイルも汚れにくくメリットが大きいんだ。ただ、燃料タンクの検査が6年ごとにあって、ガソリンスタンドに比べて、LPG のステーションが少ないのでとても不便なんだ。ただ、タクシーは長距離を走るし、給油する場所もほぼ同じ場所になることが多いから、そこまでの不便はない。へぇ、そういった理由でタクシーには LPG が使われているのね。ちょっと話が逸れてしまったな。話を戻そう。次に、35から180度で蒸留分離されるのがナクサだ。ナクサ？あまり聞き慣れない言葉だろうが、私たちが普段乗っている自動車のガソリンや、一般に化学製品と呼ばれるようなものは、このナクサから作られていくんだ。以前、服に関する動画で、ポリエチレンテレフタレート、いわゆるペットの話が出たが、それもこのナクサから作られているぞ。他にも化学肥料、合成ゴム、塗料などもこのナクサから作られている。パッと目につく化学製品は、基本的にナクサが原料だと考えてもらっても問題ないくらいに、多くの化学製品はナクサから作られているんだ。そして、そこから沸点が高くなるにつれて、ジェット燃料や灯油、軽油、重油という風になってくる。灯油はストーブの燃料として使われ、軽油はディーゼルエンジンを積んだトラックに、そして重油は船の燃料や火力発電所の燃料、さらにアスファルトの材料として使われる。こうやって、原油はそれぞれの特性に応じた用途で使われるんだ。石油って一口に言っても、様々な成分が含まれていて、それをうまく蒸留することによって、いろんなものに活用しているということなのね。そうだ。実は、原油に含まれるこれらの成分の割合は、意外にもほぼ一定なんだ。だから、ガソリンや灯油が一時的に不足しても、それだけを増産するのは非常に困難だ。二度のオイルショック以降、需給バランスを調整するために、余剰傾向にある重油などを分解回出し、不足するガソリンや灯油などを増産する、二次装置を増設する取り組みも行われているんだ。主に油田は中東に多く存在しているが、この油田の枯渇が、たびたび問題に挙げられていたのを知っているか？ああ、昔はよくニュースとかで見聞きしたことがあるわ。でも、最近はあまり聞かなくなったわね。そうなんだ、50年近く前は、火災年数はあと30年しかない、などと言われていたが、その火災年数は減るどころか年々増え続け、今も残余は続いている。霊夢、これは一体どういうことだと思う？そうねえ。メディアの民衆の不安の煽り方がうまかったんじゃないかしら。マスメディアの言ってることは、
少しリテラシーがあれば大げさに取り上げてることなんてすぐにわかるし、偏向報道が多いことにもすぐ気がつくわ。まあ、確かにそういう面もあるが、実際のところ、当時見つかっていた油田の埋蔵量を基準にして考えてたからなんだ。つまりは、昔に比べて新しい油田が見つかっているということだ。それに加えて、調査技術も生産技術も革新が進んで、コストが低くなってきているのもある。例えば、地質調査によってもし石油が見つかったとしても、かなり深くに埋まっていたらどうだろうか。そういった場合、採掘した原油から得られる利益より、採掘にかかるコストの方が大きくなってしまう。技術的には掘れるけど、お金が大量に必要になっちゃうってことね。結局のところ、そういった油田は火災埋蔵量に含めることができないんだ。ただ、技術革新によって、今までは採算が取れなかった油田でも、採算が取れるようになってきた。さらに、油田は中東に集中しているが、中東以外でも石油が取れるようになってきたのも一因だ。耳にしたことがある人も多いと思うが、シェール革命、だ。これによって、アメリカの原油生産量が世界一になったほどだ。石油ができる過程で説明したが、石油はケロジェンが地熱で温められることによって石油となり、少しずつ地層を上昇していき、凸に曲がった石油を通さない地層に溜まっていく。しかし、その石油の形成過程の途中にある、シェール、と呼ばれる硬い泥岩の層からでも、ガスやオイルを取り出す技術をアメリカが生み出した。これがシェール革命だ。話を戻すが、石油の採掘技術に関してはかなり進歩してきているんだ。今では人工衛星を使って地層を調査している。そして、有望な地層が見つかると試掘が行われる。と言っても、実際に石油が出るのは100本のうち2から3本程度の確率らしい。最新技術と大量の資金を使っても、石油を見つけるのって大変なのね。ここまで石油についていろいろと見てきたが、石油には多くの問題点がある。というのも、世界は脱炭素化、いわゆるカーボンニュートラルの流れにあるからだ。石油はメタン、プロパンなど、炭化水素が主成分だ。これらは燃焼すると二酸化炭素を発生させ、その二酸化炭素には温室効果があり、地球温暖化の原因だとされている。だから、世界中でこういった脱炭素化を目指す動きが出てきているんだ。日本政府は2020年10月、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、というカーボンニュートラルを目指すことを宣言した。もちろん、カーボンニュートラルは日本だけでなく、多くの諸外国が2050年までを目標に実現することを表明している。また、少し前から話題になっている SDGs なんかもそうだ。ただ、これらは表向きは、世界が一致団結して地球上の課題を克服する、という美しい理念を持つが、悲しいことに、その裏では主要国が激しい覇権争いを繰り広げているんだ。経済的、そして政治的な側面が大きい、というのが実情といったところだろう。まあ、これは本題のテーマと外れてしまうので、またの機会に話そうと思う。とにかく、石油は世界的なエネルギー源として長い間使われてきたんだが、世界的に見て、経済的にも政治的にも、石油依存度が高いのが現状だ。具体的な数値を出すと、日本の2021年度のエネルギー供給は、化石燃料による火力発電が 72.9% も占めているんだ。このままでは、温室効果ガスを多く排出し続けることになるし、特に原油に関しては、ほぼ 100% を輸入に頼り切っているので、原油の価格高騰などの煽りをもろに受けることになる。近いところで言えば、コロナウイルスの感染拡大から回復しつつある、世界経済によって原油需要が高まったり、ウクライナ情勢による原油の高騰、そして円安などの複数の要因が重なり合い、ガソリン価格や電気単価がかなり高くなった。こういった問題点も抱えているので、代替エネルギーへとシフトすることの重要性が増している。日本も含め、多くの国はあまりにも石油に依存しすぎているんだ。代替エネルギーとしては、この前動画で出した太陽光発電や、風力、バイオマスエネルギーが注目されているぞ。持続可能な社会を目指すためにも、経済的、政治的な安定を得るために、エネルギー源を石油から再生可能なエネルギー源へとシフトしていかないといけないわけね。とまあ、今回の解説はこんなところだ。今、世の中では電気自動車の開発が盛んに進められているが、結局は電力の供給源が大事になってくる。今後、電気自動車が普及して排気ガスを出さなくなっても、その電力を供給するのに、化石燃料を使ってちゃいたちごっこだものね。まあ、電気自動車はエネルギー効率が非常に高いから、排出される温室効果ガスの量は、ガソリン車に比べてはるかに少なくなるが、課題になってくるのは、どうやってクリーンな発電をするかってところだな。そうね、最終的にはそこも含めて、問題を全体的に捉えないといけないわね。マリサ、今日はとても興味深い話を聞かせてくれてありがとう。今日はなんでこのテーマで解説していたのか、何か大事なことを忘れてるような気もするけど、とても楽しいひとときだったわ。どういたしましてだぜ。こちらも勉強したことで人の役に立てて嬉しかったぞ。それでは、ご視聴ありがとうございました。高評価もよろしくお願いします。